こういう時どうしますか？夜友達と出かけた後、家に歩いて帰っています。すると、後ろから足音が聞こえました。振り返ると、誰かがあなたに向かって歩いてくるのが見えました。あなたは、つけられてるのかしら、と考えます。こんな状況になった時は、以下のようにしてください。まず、歩く速さを少し上げます。その人が、あなたに追いつこうとしているのが聞こえたら、疑いは正しかったということです。そうしたら、角を曲がりましょう。右に3、4回曲がれば、同じ場所に戻ってこられるでしょう。その人は、ぐるぐる回る必要なんてないのですから、ついてきているなら、これでわかります。あなたが姿をくらませることもできますしね。角を曲がるとき、その人にあなたが見えなくなるまで走り出しましょう。誰かが歩いていたら、大きな声で挨拶して友達に見せかけましょう。そしてその人に、つけられていることを言って、家への帰り道を見つける前に、もっと人通りの多いところまで一緒に歩いてくれるか頼んでください。つけられている時は、家やアパートに行かないことです。何人かの人が家まで送ってくれると言ってもです。追っ手があなたの住んでいるところを知って、後でまた来たり、あなたが家から出てくるまで待っていることもあるからです。ですが、通りに誰もいなくて、その人がまだ背後にいるとしましょう。フードの服を着ているなら、フードを内側に託し込みましょう。もし髪をポニーテールやお団子にしているなら、歩きながらほどきましょう。つけてくる人にとって、束ねた髪や服の部分など持ちやすいところがあると、そこを掴まれる恐れがあるからです。そうしたら、逃げましょう。賑やかな道に出ることができていたなら、ポケットを叩いて何か忘れたふりをします。大きな声で、困ったわ、財布がないと言いましょう。それと同時にさらに早く反対方向に向かって歩き始めましょう。賑やかな通りに向かっていく人をつけるのはやめる可能性が高いです。それに、財布を持っていない人の後は、おそらくつけないでしょう。鍵をなくしたとは言わないでください。後で役立ちますからね。スマホを取り出してネットを見たり、メールしたりしないでください。スクリーンの光で目が暗闇に慣れにくくなります。それに、スマホを見ていると歩く速度が落ちてしまいます。周囲の状況を観察して、自分のいる正しい位置を把握します。歩きながら、通りの名前を確かめたり、番地名を見たり、どんな店やビルがあるかを見たりします。細かいことが後で役に立つんですよ。逃げられず、歩いている脇道や裏通りが続くようなら、方向転換してつけてくる人を見ましょう。服、目、身長、年齢を確かめるんです。黒いフード、紺のジーンズ、緑の野球帽、よし！というようにね。これで、警察に正確な情報を提供できます。その人に明確なメッセージを送ることもできます。見えてるよってね。後ろめたいことのある人は意外性に頼ろうとします。長くてしっかりしたアイコンタクトでそれを避けられます。相手が油断している隙をつけますので、彼らはあなたを標的にするのをやめるでしょう。肩を引き、顎を引いて自信を持っているように立ちます。戸惑ったり緊張していたりする素振りは見せないでください。彼らは何をしようとしているか分かってるわよという雰囲気を出す人を嫌います。緑の帽子の男が勇敢にもあなたに近づいてきて何か聞いてきたとしましょう。一貫してアイコンタクトを続け、道を聞かれてもスマホを出すために下を見たり視線を反らせたりしないでください。気が散ってしまいますから。わからないと告げましょう。聞いてくること自体が怪しいのです。スマホで地図が見られない人なんて今時いませんよね。本や買い物袋を持っているなら、何かがおかしいと思ったらすぐに置き去りにする覚悟をしてください。重いものを持っていると逃げるスピードが落ちます。ここで鍵が役立ちます。鍵の刃が拳から出るようにして鍵を手のひらに置きます。最悪の場合、尖ったもので自己防衛をして逃げることができますから。黙っていてはダメです。逃げながら、助けて！ではなく、火事だ！と大声で叫びましょう。
その方が普通に助けを呼ぶよりも助けを集めることができます。それに声を限りに叫んで注目を集める人を追いたい人なんていませんよね。遠いところからつけられているときはスマホを出して警察を呼びましょう。その時に今いる通りの名前や場所、ビルといった情報が必要になるので、警察との電話は切らず彼らの指示に従いましょう。他にあり得るのは公共の場で誰かにつけられている場合です。そういった時はスーパーなど群衆の中に紛れ込んでください。ジャケットとインナーの色が違うならジャケットを脱ぎます。そうすると見つかりにくくなります。レストランやコーヒーショップに入るとつけてくる人の決心が固い場合は一緒に入ってきてあなたを待つでしょう。まっすぐトイレに行き5分から10分出てこないという手もあります。相手が待ちくたびれて去るかもしれないからです。トイレを出てその人がまだいたら何か注文してスタッフの一人につけられていることを言いましょう。おそらくあなたを見ていてくれるとか何かしてくれるでしょう。注文したものを受け取って座ります。電話で家族や友達に今どこにいるか言い、迎えに来てもらったり一緒にいてもらったりしましょう。待っている間は以下のようなことができます。あくびです。その人もあくびをすればあなたをずっと見ているということです。あくびは視覚的に映りますので、時計を見るふりをしましょう。その人が同じことをしたらそれもあなたを見ているということです。人間は本能的に注目している人の行動を真似するからです。その人を騙すためカフェを出て向こうにあなたが見えなくなるまで通りを少し歩きましょう。そしてその人が現れたらすぐにコーヒーショップに戻るんです。あなたをつけていないならあなたと一緒に戻る理由はありませんよね。迎えに来てくれる人がついたら念のためスタッフに裏口まで連れて行ってもらいましょう。極力一人で歩かないようにし、もし歩くときは賑やかな通りだけを歩き、周囲の状況に気をつけてください。スマホの画面の外の話ですよ。わかってるって。結論、こんなことは起こらないのが一番いいのですが、準備ができていることが何よりも自信を与えてくれますからね。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価して友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画がたくさんあります。ぜひお楽しみくださいね。人生はいつもブライトサイドで。